聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙第10章11節から18節です。口語訳新約聖書の353ページです。今日はこの聖書の箇所から、もう思い出すことはしないと題して、丸山義弘牧師に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。こうして全ての祭祀は 立って日ごとに儀式を行い、たびたび同じような生贄を捧げるが、それらは決して罪を除き去ることはできない。しかるに、キリストは多くの罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右に座し、それから敵をその足台とするときまで待っておられる。彼は一つの捧げものによって、 清められた者たちを永遠に全うされたのである。聖霊もまた私たちに証しをして、私がそれらの後、それらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこれである、と主が言われる。私の立法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、さらにもはや彼らの罪と、 彼らの不法とを思い出すことはしないと述べているこれらのことに対する許しがある以上罪のための捧げ物はもはやありえない一言お祈りいたします天の神様素晴らしい朝を感謝しますまた御言葉によって賛美によって私たちの心をあなたに今引き上げられました どうぞこれからのひとときあなたご自身が聖霊によってお語りくださいますようにまたこの教会に来れない方々また一緒に今オンラインでまた DVD で礼拝を守っておられますお一人お一人の上に神様からの等しき恵みがありますようにイエス様の皆によってお祈りします。アーメンおはようございます。 この教会では何名もの有名な牧師先生をお招きして集会講演会をさせていただきましたけれども世界的に有名な可能志向でね有名なロバート・シュラーという牧師先生がこの教会に来られました。<laughs> 全世界飛び回る先生。それでねえー、でも空港ははやっぱり、ね、日本はすごく治安がいい 国なんだけれどもそうじゃないわけでこの国は非常に特殊なんですね時間を守るそれから治安がいいそんな国ってのはなかなかないですからそのュラ先生全世界公演に、ね、説教行く時きは必ず自分の荷物は自分の手から離さないそういうふうにモットーにしていたわけですね。ところがあるところに行きましたら場所の空港で「先生もぜひ荷物を持たせてくださいどうぞ先生そのお荷物を」というふうに あんまり言われたんでうっかりね渡しちゃったってのよその荷物を。<coughs> そしたらね手が空いたでしょで何が起きたかっていうふうに言いますともうほらあら修羅,修羅先生だ修羅先生だというふうなことになりましてそれでもう身振り手振りでもねその方々にもう話しするわけですよ自由自在。別に私が手振ってもどうしようもないんですが話するでしょ <laughs> これから先生サインしてください!」っていうふうなことでサインをしますよねまあそんなふうなことで「握手!」っていううなことで握手っていうふうなことになりましてえー、さてあらはっと気がついた私が今まで持っていた荷物は私が今まで持っていた荷物はどこ行ったんだじゃないですよ。 あんんなに重かったんだっていうふうと,いたといううなこに気がのよ重い荷物をずっと持ち続けて私は今までいたんだなと手を離すねう持たないそうするとこんなに楽でこんなに自由にできるのかというふうなことがこれが初めてその時分かったというわけなんですね。 で大事ななこここととはうういうことなんです旧約聖書におきましてイスラエルの,、ね、この民は立法、まあ、特にパリサイエス様の時代にはパリサイ人によります宮伝立法という非常に細かいそういうおきてといいますか決まりそういうふうなのにこう縛られていたわけでありますけれどもそのイスラエルの民がこのイエス・キリストの到来によって解放されるというわけですね。これがヘブル人への手紙 が書かれたそのの時代のベースになっているんです。ところがもともとユダヤ人クリスチャン、えー、ですからもともとの旧約の伝統がありますからユダヤ教の方に戻れ戻れとで新しい方に行く,行くと迫害されるそういうふうなことになりますとほらやっぱりね手を離して軽くなった生活だったのにもう一回その重い立法という荷物を持って生きるのかと。 だね、そんなふうなことは正しい生き方でないんだよと「ね、イエス様の方に帰ってきなさい」というのがこれがヘブル・ビタニの手紙の内容なわけなんですね。で今日はいよいよそのなぜ戻,戻った方がいいのか戻らなければならないのかという理論編が10章の18節で終わります皆さん本当にお付き合いいただいてありがとうございました。もう難しいとところはあと終わり、はい、来月からはあの実践編の方に いきますのでよりわかりやすくなりますが今日はだからその理論編の最後の最後最後の最後なんで、えー、重要なことをねとにかくこの著者が言いたいことをね繰り返し今日の箇所はねくどいくらいに言ってるというふうなところなんですね。で皆さんの例示を開けていただきますと、まあ、今日の一塊は実は十章の一節から十八節まで なんです。まあ、それでレジュメにはあの1節書きました。けれども、聖書をお持ちの方はぜひヘブル人への手紙の10章のところを開けていただいて、そちらの方を読んでいただき、あの見ていただいた方がいい。あのいいかなというふうに思います。10章の1節にこうあります。一体律法は来るべき良いことの影を宿すに過ぎず、そのものの真の形を備えているものではないから、年ごとに引き続き捧げられる。 同じような生贄によっても、見舞いに近づいてくる者たちを全うすることはできないのである。はい、顔を上げてくださいね。あ、皆さん本当にわかったという顔してる人誰もいないですね。<laughs> 難しいよね、こんなの、こんなところね。あのね、ここのところ一体な、な何,何を言ってるかというと、えー。旧約の不完全さというふうなことで、モーセの律法は影だったっていうふうに言ってるんです。旧約の律法は影。 影っていうのは分かりますね。あの下でその影っていうのが動いているっていうふうなことは上の本体がありましてこの本体がこう右こうね動けば影も一緒に動くと。で下の本体がグーチョキパーっていうふうになっているとすると実は上の本体の方がグーチョキパーっていうふうにやっているので下の影の方があそのように見えるというわけなんです。ですからキリストが 本体なんでよ。これが後に来る救いね。でもその前に影、モーセの律法というふうなものは本体をこうね表しているそういうふうなものなんですよ。で旧約の律法に従ってイスラエルの民は生きていたわけであります。でそれが重荷であったというふうなことに気がつかないでそういうもんだというふうに思って暮らしていたわけです。私たちもねコロナになコロナのねこの去年去年からだねコロナっていうのはね。 その前の年2019年まではそんなふうな暮らししてましたよまあいろんな変化がありますけども特にテレワークっていうのがありましてそれでそれまではもう例えばで都会の方だったら電車で満員電車に揺らいで通勤する、ね、山形県の場合には車の台数保有台数宮城県より多いんだってね。うん 人口に比べてもね。それでだから車で通勤するって当たり前じゃないですか。30分ぐらい行くとかね、中には1時間くらいね、1時間半とか車の中で毎朝片道す費やすっていうそういう人いるでしょ。ところがうんテレワークになっちゃったらそんなふうなことをなくてよくなったわけですよ。ね。私の講演もね、今月からこう今月から来月っていうふうに3つあるんですけど、そのうちの1件はね、リモートでやってくださいっていうあれですよ。 ですから私はその山形のジュ y フルチャーチにいて講演先の方々はそのパソコンでねそうやってこう見て講演講演っていうか研修をするとねで担当の方に聞きましたら何がいいんですかっていうふうに聞きましたらねましあでも私も楽よね今まで例えばそこに行くには絶対30分かかってたのに行かなくて雨雪関係なくとにかく着かないといけないというふうに。 そういうふうなところ、一切関係なくなりましたから、でむしろそれが進められてるわけですからね。ですからもうでで今までできなかったわけじゃないのよ。皆さんのほらスマホで LINE のビデオ通話とかってできてるでしょ。ね。だから不可能、全然不可能じゃなくて今すぐにでもできてたんだけどもやらなかっただけでもコロナきっかけにしてそういうふうなものがあむしろ進められるようになって、でまずほとんど何の支障もない。と。 それで世の中が進んでいるとまあ、そういうふうなわけですね。ですから、限界とか不都合なことがあっても、私たちってもう重い荷物持ってね。自由自在じゃなかったんだけれども、でもやってたのよね。でも新しい時代が来たんだからですから。もうあと古い。生き方はもう。それはもうやめにして、新しい生き方の方を選びなさいっていうのが、この後何回も何回も。 今日は出てくるんです。これがモセの律法は影であったというふうなことなんです。で、えー、重い荷物のお話し,しましたけれども、旧約のその律法には限界というふうなものがありました。これはヘブル人への手紙の10章の2節から4節のところにこう書いてあります。 一、まあ、節の最後で全うすることはできないのであるとありまして二節から「もしできたとすれば儀式に携わる者たちはこれ妻子たちのことを言うんですが一度清められた以上もはや罪の自覚がなくなるのであるから捧げ物をすることがやんだはずではあるまいか」「捧げ物一回だけでもうよかったんじゃないの?」ところがね三ししは 年ごとに生贄によって罪の思い出がよみがってくるのであるなぜなら大牛やヤギなどの血は罪を除き去ることができないからであるというんですね大牛やヤギそれを生贄としてほふってその血を振りかけるというふうなことを幕屋の始聖所の中でいたしまして民の罪は許されたっていうふうなことに神様はしてくださったんですそういうね 不十分ななものでありながらそうしてくださったのそれは私たちそのイスラエルの民ですけれども一人一人がアブラハムから受け継いだ神様の祝福を全世界に広めるっていう役割を果たすためにね不十分ながらまずそれでいいよっていうふうによかったっていうようなことにまずしてくださったんだけどそれで許されたっていう在籍感は一応取れるんですが罪そのもの在家そのものっていうふうなものはそれは そのままにあるわけですねでも神様は前へ進めというふうなことで、えー、やってくださったで私たちも,もうさっきコロナの話しましたけれどもコロナというのはもう今後はなくならないもんだと、ね、根絶は無理だというふうに現在のところの見通し、ね、もうですから避けてるわけで皆さんマスクかけてらっしゃるしね、えー、3密は避けてスペース距離をとってというふうな。 ことですね、もしかかった場合には隔離して2週間っていうふうな間を置いてと、まあ、そういうふうなことだから今後しばらくずーっとこういう生活は続いていくというわけなんです。でもぐっっと今減少しててるんだってねね感染者、ねね、でワクチンも随分こう割合が高くなっているので、まあえー、まあいろいろな専門家の方の話聞くと集団免疫というふうなものができれば。 ま,あまず元の生活に戻れるでしょうとでもそうは言っても今のワクチンだとなんか毎年も毎年毎年打たないといけないみたいな話もあるよね。皆さんもし考えてね来年再来年いつになるかわからないけれども完璧なワクチンができたとしますよね。あるいはこう飲んだだけでもう効くという特効薬が出たとしますよね。それ飲んだらもうあとね一生もう大丈夫ですよと。 いうふうふなものが出たらそれは今,今,今日私たちが今年打ったようなワクチンはもう誰も振り向きもしないじゃないですか副反応が出るとか2回目は特にひどいとか発熱するとか悪寒がするとかね私も念のためにっていうんでねお医者さんにその事前にわざわざ行って鎮痛剤もらってきましたよ使わなかったけど幸い、ね。そういうふうなもうそれを今年に来年例えばその特効薬ができた後にね のこのこのことと医者さんのところに行っててそして、えー、すいません今年もワクチン打ってくださいなんていうふうにもし言ったとしたら、ね、あなた何言ってるんですかとあんなひどいものひどいものって言って申し訳ないんだけどあんなひどい思いしてしなくてもねもうこの薬飲めばね大丈夫もうあと一生大丈夫だよという,うになればそっち飛びつきますよね。で古いワクチンはもううあと廃棄されれますよそうなそうなったらそれが こここで言っていることなんです旧約の立法というふうなものには限界がありますよと。で、えー、でもこのイエス・キリストの到来によって私たちの罪というものはこれは処理されたのでですから自由に生きることができるそういうふうな時代が始まりましたよね、今までは都心ごとに、ね、引き続き。 やっていないといけなかったことが全部もうあとそれはしなくてよくなったんですよっていうふうな、まあ、そういう旧約の限界を超えるというふうな世界がキリストの到来「新約の時代」に入ったとそれを言ってるんですね。さあねじめだと2番目の方に行くんですが「新約の完全」じゃあ「新約」っていうのはどのくらい完全かというふうなことになります。それで 聖書だと、ね、5節から7節のところですとこれはね我々は「詩編なんて「旧約聖書」を引用されてもわからないんですがわかりにくいんだけどでもユダヤ人にとりましてはそういう旧約の引用があって初めてわかる、まあ、そういうふうなことでちょっとお読みしますね5節。それだからキリストがこの世に来られた時次のように言われた。 この後編40編あなたは生贄や捧げ物を望まれないで私のために体を備えてくださったあなたは犯罪や財産を好まれなかったその時私は言った神を私につき巻物の書物に書いてある通り身を身旨を行うために参りましたというふうにありますね。神様は生贄を犠牲のその、ね、罪の許しの罪しための生贄が 欲欲しししくくててどうしようううよよもなないっていいとのでではありませんよっていうふうなことですそして神の子キリストの自発的な従順によりまして十字架の犠牲によってで初めのものつまり旧約の犠牲っていうふうなものがこれは廃止されたんですよ。さっきで言ったらね私たちが今今年打ったワクチンっていうふうなものは完全なワクチンができたら全く廃止されますよっていうふうなことと同じなんですね。 で8節9節っていうのがその解説というふうなことでそこのところに書いてあるというわけなんです。まあねあの皆さんあのワクチンそんな夢のようなワクチンできるのかっていうふうに思いますが実際あのイベルメクチンというね大村聡先生が2015年にノーベル医学賞を取りましたけれどもこれはあのオンコセル化症というね その寄生虫が入ってそれがこう体の中で幼虫は14年間生息するんだそうでそれが原因でかゆ、ね、くなるまあそういう失明するというのが一番最悪。ところがこのイベルメクチンというそのお薬を開発なさったもんだからそれによって約3億人の人たちを失明から救ったということで 大村聡博士はノーベル医学賞というふうなものを取ったわけなんですね。で、これはなおさら素晴らしいのはこれがアフリカの熱帯地方の方々に無償で供与されているんですね。お金儲けじゃないんですね。無償で供与されていますで。皆さんあのワンちゃんをペットに飼っておられる方でフィラリアというそのね犬のフィラリアこれもそのイベルメクチン動物用ですけれども。 これでもうきれいさっぱり治っちゃうんで犬の命、ね、皆さんの心がどれほど安定するかというふうなお役目もあるわけです。でこれはね、えー、ですからさっき14年間って言いましたけども14年間まず飲み続けていれば年に1回ですよ大丈夫というわけですで。他の感染症にも効くんですね。回線なんていうふうなのには1回飲んだだけでもうあと一生大丈夫そういう薬あるわけ。 ね、そういうイベルメクチンというそういうふうなノーベル賞クラスの薬というふうなものを日本人が開発したというわけなんですね。それが皆さんねイエス・キリストだっていうふうにそういうふうに考えていただくと現実的にもかかりやすすいいと思いますそれでコーナーのね、えー、もう少し聖書の方に行きたいというふうに思いますけれども今度は「十節」あですね。 この身胸に基づきただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことによって私たちは清められたのであるとありますねですからこのイエス・キリストが捧げられたということがイベルメクチン飲めばもうそれで清められるというふうにそういうふうに例えて考えていただくといいと思いますそして十、ね、一節こうしてすべての祭司は立って日ごとに儀式を行いたびたび同じような生贄を捧げるが つまり罪のあがないのためのいけにえって捧げるんですそれらは決して罪を除き去ることはできない在籍感は取るんだけれども罪そのものっていうふうなものはなくならないということですね。で十二節「しかるにキリストは多くの罪のために一つの永遠のいけにえを捧げた後これはキリストご自身の命を捧げたということです」。 神の右に座し、それから敵をその足台とする時まで待ってお例えまレジュメの方に2番の B のところを見ていただきますと人間である祭司っていうのはこう何言ってるかっていうと妻子は立ってキリストを座ってるんです今読んだところでねで立ってるっていうことはね仕事してるっていうことで仕事終わったら皆さん座りますよねですからね 妻子は毎年一回罪の贖いの生贄の儀式っていうのをしないといけないんだけどイエス様は一回で自分の命を捧げてそれで罪の許しは全部終わったのでもう座っておられるとそういうふうなことなんですね。でもうたった一つの完全な犠牲というふうなものが一つの永遠のいけに一つの捧げものというふうな言葉でそこで表現されておりますけれども。 もうそれに、それによって清められた者たちは永遠に全うされるっていうふうなことです。それはクリスチャン、清められた者たち、クリスチャンである私たちの、この永遠の救いは確定しているというふうなことですね。だから、これ以上の犠牲払うことないってうんですね。ここがね、大事なところ。皆さんね、これ以上の犠牲はもう払わなくていいんですよということです。 あれこれあれこれこいじくり回して自分のこう在籍感とか人間っていろいろやるのよね例えばねなんかちょっとねいやあの人言い過ぎだなっていうふうに思うとそうするとちょっと今度優しくしようかなっていうふうにこういうのを罪滅ぼしっていいますよね。ねねああちょっとね悪いことしたなって代わりにいいことをして埋め合わせをしようとかねそうするとこうなんとなくこう心がこうスーッと穏やかになるじゃないですか。 それから、ね、薄めるっていう方法あるるの薄める、ね、つまり「あやっちゃった!」と思うけども「いやあんな私だけでないと」とみんなやってんじゃんみんなっていうことでそういうふうな方法であるとかそれからねもう少し手が込んでその、ね、聖書を読んできたりするとねこういうふうに考える人もいるねいやそのね聖書を読むと「 神が人間作ったんでしょうと、ね、だから人間である私がこういうふうにこう具合の悪い生き方をするっていうことは,それは作った方が悪いよねと不,不良品を作ったあっちが悪いよねっていうふうにこれ神様のせいにするっていうふうなそういうふうなねそれから徹底的に自分をねもう攻め抜く人がいますね。 せめてせめて私がダメだったからだ私は生きる価値がないんだ迷惑生きてるだけで迷惑だ徹底的に攻めて攻めて攻めまくって息がつ,かつけないくらいまでに疲れ果てて始めて気が済むのあもうしょうがないなってこういうふうにねさ、はあだからもう面白いですよ気が自分を責めてる人はねとううにかくもう攻め抜いた後でね 理論的にはあの全然成り立たないんだけど気が済んだのでもういいっていうふうなことで回復する人間い,いろいろなこうやり方でもってその在籍感を消すわけなんですでももうそういう努力いらないよと、ね、気持ちを紛らわすっていうふうなそういうふうな方法だけでなくてこのイエス・キリストはご自分の命を十字架で捧げてねそしてあなたの罪の身代わりとしてその刑罰の死を受け,入れて,受けてくださったんだから。 だからもう財政官気持ちだけでなくて罪そのものっていうふうなものをもうすでに神の前では支払われているんだよともういいんですよと何もその努力しないでいいんですとですから皆さんねイベルメクチンは一度見れば一生だけどでもイエス・キリストの十字架の罪の許しっていうふうなものは一生どころか永遠というふうなくらいだからそういった真っ白になって無罪でいるんだから 安心して生きていきなさいって言うんですね。まあそういうふうなことを繰り返し繰り返しくど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 この言ってるの。で今2回そういうふうな箇所あげましたけど、今日の箇所今日のねパラグラフ一段落の中では3回目のとどめがあるの。それが下の段になりますね。16節これはエレミヤの要言です。エレミヤ書の31章の33節34節。 この予言の言引用があるんですね16節に「私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれである」と主が言われるこれは精霊がこのようにするっていうふうなエレミアを通しての新しい時代の予言なんです。これはね精霊の内獣のことを言ってるの。 精霊が私たちの心の中に住んでそれが私たちのそのね立法かあの私の立法これは彼らの心に与えそして私のあか彼らの思いの内に書きつけようだからあこれね旧約時代のあの生徒たちには精霊の内需を与えられていないんだからね。 精霊は共にいたよ神の霊は共にいたんだけどこうやって内といいう,ふうなところまではないので皆さんですから「ああ神様精霊様がね共にいて支えてくださるんだな」時々なんかそんなふうな思いに駆られることありませんかな、ね、なんかか聞こえたかなとかねあれなんとなく神様がこうねいらっしゃるような気がするなええこだろう後ろとかってこういうふうにね,ねでもあ違うわ、あここだと。 ここにいて私に今示してくださってるんだなと。でこの精霊これからその何かしようというふうにしてもいいんですけれども罪の許しっていうふうなものはもう頑張る必要がないんだから、ね、も,うもうここにちゃんと精霊がこういて内側から語りかけてくださっているんだからだからもうあとそれでいいんですよね、何も頑張る必要ないよと、ね、あとはこの方にお任せして生きていったらいいんですよ こ,れがこのそういう新しい時代が始まりましたよっていうのがエレミアを通して旧約時代すでにも語られてるの。でもねこう語ってる私自身がねいやーでもそうは言われてもっていうそういう生き方し,してますよ私。いろいろ皆さん、あのー、私はねあの目のね網膜劣行っていうふうに言いまして4回手術しましたね。そう今まあ、名社さんんででで今レーザーザ手術で簡単にできるんだけど 放っておくと網膜剥離になって見えなくなるからね。ですからあそういうふうなね手術もずっと2年間3年間くらいにわたって、えー、やってね、まあまあそういうわけで目が見えているというわけでありますけれども、そうすると目にいいサプリっていう広告が目に入ってくるんだよ。目にいいサプリっていうのはね、ねなんとか成薬とかなんとかなんとかかんとかいろいろこうあれは不思議なもんだね。 そうするとであの医療関係者に聞くとね,あのね先生ねそういうのねあの取ってもいいけどあんまり差はありませんよとでもやっぱりねですかでねそサプリねあの買ったねちょっと高かったけど買った背に腹は代えられないそれ買ったそしてねなおこう追求していきますとこのサプリをさらに効果 あげるためにはビタミン c の摂取がいいとかね。ビタミン e も取るとなお効果が上がるとかみたいなことは書いてあるわけ。そうすると、それも取り寄せた。ね。で、あれも取り寄せ、結局ついでに、ニンニクも取り寄せた。いろいろね。さあ、それでね、もう、もう、これ取ってれば、もう、あと、め、いい、はずなんだっていうふうに、もう、自分に言い聞かせながら。効果のほどは定かではないよ。ね。さあ、それでね、だんだん、だんだん、毎日飲んでいくから。 おそ減ってくるわけだいよいよそこを突き始めたさあどうしようかって思いましたそれでね分かったことが一つあるそれはね何が効いてるか分からないっていうことが分かったんですよ <laughs> 一体どれどどれどれ効いてんのかなっていうのはね分かんないのよそれでもうこれ減ってきたからもうあとこれやめようかなと思ってやめられないのだってどれ効いてるか分かんないんだからね どれか一つやめてて、うん、っなたら大変でしょだからもう一回全部注文したそういうふうにねでもうだからそんなことしなくてもいいんだこれ一条でいいんだっていうイベルメクチンみたいなそういうふうな薬がねそれがイエス・キリストの十字架でありそれをいいんだよとでそこからと効き目はあと精霊が内側から働いていってくださるんですよそういう時代が始まったんですよっていうのがねもうあの 「副反応あるワクチンもういらなくなりますよ」と「ね、あなた頑張っていろいろねあちこち調べてビタミン C だの E だの」って取ったけれども何もそこ,そこもうしなくていいんだよこれこれ一つでこれ一つでいいんだよっていうのがそういう時代がねいよいよ始まったんですよっていうようなことこれが1節から18節の間に繰り返し繰り返し3回もこのヘブルビタミン手紙の著者は言っているの。 ですからその最後の18節のところを見てくださいねあそんなところねあ十17節のところからお読みしましょうさらにもはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしないと述べているこれエレミアの31章の34節の御言葉であります。もう思いい出すことしないって言うんですねで18節。 これらのことに対する許しがある以上、罪のための捧げ物はもはやありえない。もうは断言ですね。罪のための捧げ物はありえない。もうサプリ買うなよってそういうふうに言ってるんですね。そういうわけなんです。いらないんだとそういうふうなね。ま、えー、ですからあのじゃあこの神様が言っていらっしゃることを本気に信じて生きるっていうことはどういうことかと。 我々はじゃあ今日からどういうふうに生きていったらいいのかっていうのが最後の3番のところですレジュメの3番のところですけどもはやねどういうふうなことかっていうとこれはね成果に一的成果と全身的成果っていうあこの2つありまして一的成果っていうのは信じた瞬間に起こる神の前での立場の変化「疑人とも言います。こここういういとと皆さんちちょっとこっち見てね えー、まあここはね両方からこうあの光がこういうふうに当たってきます。それでこうあっちの方から光が来るとしますね。でここにこう壁があると。で私がここにいると。そうするとあちらから光が当たってくるんだけど壁があるからこっち影になって闇の世界にいるわけですよ。ですから罪あるものでもあっちは罪なき光の世界なの。で神様はイエスキリストを あの罪からの救い主を信じた瞬間にこの壁がねこここっち側にに移動すするんですよここにそうするとどうなるかっていうともう光当たるでしょ光の世界に一瞬にして入,る,入るの。で影は向こうだから今まではここに壁があったから、ね、ここに壁があったから光遮るこう闇の世界罪の世界にいたんだけど信じた瞬間にパッとこっちに移動するんで。 私は全然動かないんだけど光の世界、許しの世界の中にいる。これ一的成果というふうに言います。ですからイエス様をかあの神の御子、自分の救い主と信じます。私の罪の身代わりのために十字架の上で死に、そしてこの私の罪の贖いが完全になされたという証明としてイエス様は復活させられました。私はそのイエスキリストの復活を信じますというね。 このキリストの福音を信じた瞬間にパッと成果されてるんだよ、ね、スパッと許されてるんだよただ何にも変わった感じがしない人がいてもおかしくないのなぜなら全然変わってないから自分自身としては急にいいことをしようと思ってもできないのね。もう昨日まで喧嘩していた人とイエス様を信じたら今日,今日から喧嘩しなくなった全然そんなことないの今日も相変わらず 腹立つの、ったまくるーっていうふうなことを繰り返してあれ私は神を信じたはずなのにあれキリストの力が及んでないのかなってこういうふうに悩む真面目なクリスチャンの人いらっしゃるの非常に多い日本人はあの真面目な人多いからねでスパッと義と認められて正しいものと認められて光の世界の中にいるんだけどそれは一的成果今度全身的成果って二括弧の方に始まって精霊によって結ばれる身なんです。 ここから先は徐々に徐々々ににくの見てねこうザーッとこうやってねもうね栄光へパーッかないこんなふうにいかない絶対行かないからねかー昨日より今日今日より明日明日よりあさって行か,かないこれはねこれは理想で実際だから実際どうかというとはいせし、ね、信じました低空飛行ですしばらくっていうところが何かのきっかけでひュっと余ってね そこからこう順調にいくっていうふうな人もいるし洗礼受けてふわっとねもう本当にお酒もタバコも何もかも悪臭全部やめましたスーッて行く人もいますけどまあ一番よくあるのはね上がっては下がり上がっては下がり上がっては下がりこういう繰り返すね時に一般人よりも下のレベルまでいきねこういうふうに言ってねやけを起こして「この野郎!」なんていうふうに言いながらね 焼け食い、不て寝、衝動買い、繰り返しながら、さあ、でもね、ふわあ神様、精霊よ、満たされたっていうな時と。だから、この、こういうふうなもの、こう、こう、上がり下がりを繰り返しながら、こう、だんだん、ほら、余ってるっていうふうな。まあ、こういうふうなパターンが、やっぱ一番多いでしょうね。で、これは、やっぱり時間かかるの、実だから。種をまいて、次の日、朝顔だったら、目出すかもしれませんけれども、実はね。 やっぱり桃栗3年柿8年っていうくらい時間かかるのじっくりですからこれはね、あのー、種まいてほじくり返して種まいてほじくり返して芽が出るかっていうふうなことではなくてこれはもう待たないといけないんですこれは精霊に委ねてそしてそのうちいつか実がなるでしょうと、ね、ただからそれまでの間はやっぱり祈りとかねそれからやはりいろいろ神様のご訓練あるから ですからその神様のご訓練を嫌ですっていうふうに弾くとそこで止まっちゃうので「ああ神様私にとってはもう本当に抵抗があって嫌ですけれども、まあ、まずさせていただきます実力で臨みます」っていうふうにして少しずつ少しずつこなしていくと、まあ、さらにこうね成果っていうふうなものが進むんですよ。で神様はそういうい方を応援してくださるだってもう罪思い出さないっていうんだもの。そうしたたららら神の目から見たら もうイエス・キリストを信じた人はもうもうか可愛くて可愛くてしょうがない。だからいつも神様はニコニコしながら見てますそれ以前のね影のこの壁があるこっち側の方にいた時代っていうのはこれはねもう悔い改めなくて本当にどうしようもないなっていう神の怒りがどんどん積まれていたの。でも一旦もうパッ 考え方変える悔い改めてもう救われたそうなってきたらもう神様は怒りはもうないからニコニコですよ何かしてあげたいと思うしあなたの祈りがね聞かれるどころか口に出す前にもうすでに神様は聞いていらっしゃるっていうそういう状態の中に置かれるわけなんですよ。ね、だこの神様なんだからそう約束してくださってエレミアの時代からもうすでにそういうふうな。 こととを実現ししようといういうにしておられる方なのだから神の約束に信頼すする生き方ですね皆さんのレジュメの3番の B のところを見てくださいですからまとめました「罪を自分で処理しないことです」ね「罪の許しの約束を信じる」「そして精霊にお任せする人生です」今言ったようにねそれが特に2括弧の「自分を責めずに生きることですね」うん、何かしりかしし なんて私はっていうふうなそういう古いね今までの生き方あだからマスクして3密避けて手を洗っていやでももう特効薬飲んだんだからもうあと何も,もうしなくても全然大丈夫なんだともうそれはもうあの自分を責め,責めるって古い生き方はしなくていいんだ前向きに生きようっていうふうにそれこそが神様の御心ですね。 そうやってこの特にあの自分を責めるそういうふうなね、えー、癖持ってるなっていうふうな方ね神様は私を許してくださっているんだから自分をこう一生懸命罰しなくていいんだなと、ね、自分を罰するというふうなことによって罪の償いをしているつもりなんだけど、まあ、本当はそんなことでは済まないんだと。でも全部神のののキリストが命を捧げてくくださるくらいの そういう犠牲を払ってくださったんだから、もう何も自分叩く必要はないなと。あとは責めないで、いけると。まあ、でも、そういうようなこと、こう繰り返しながらね。こういきます。それが、あの、実際クリスチャンの人生です。で、そうやって、そういうふうに、しながら、自分を責めながら、あ、許されてんだ、自分責めながら、あ、許されてんだな。っていうようなことを繰り返しながら。御心を生きる祝福を、得るように。 神様は私たち一人一人を導いていててっくださいますで。最後にこのお話をして終わりにしますけれどもあるクリスチャンのご夫妻がいいらっしゃいましゃまた、えー。クリスチャンホームなんだけれどもねでもやっぱクリスチャンっていうのはね、えー、いろいろこういらっしゃいますねもうそれでご主人一応洗礼を受けていらっしゃったんだけどかなり気象の激しい人だっただから奥さん苦労した。 でまあ病気になってご主人ねでもうずっと闘病生活を送って奥さん一生懸命看病したのよ奥さん優しい人だからね本当に天使のような優しい奥様それで、えー、看病してところがもうお亡くなって夫を天国に送ったわけよね。で私は牧師としてね家族を亡くした。 あ方々っていうのはねその後その後のの、ね、1年間っていうのはね本当に注意してみますよ、うん、いろいろあるものまず体壊すっていうようなことはねあって全然おかしくない、うん、つまりそれまで一生懸命頑張ってきてねでその時には一体どこからあん,力あんな力が出るのかっていうくらいに頑張れるのよところがなくなるでしょと,ポカーっと開くんだよ、ね、でそうやってこういろいろこうあるのよ だか,らだからその奥さんもご主人天国に送ったとポカーンとなってね今までできたことができなくなった記憶が全然湧かないっていうふうなそういうふうな日々があ続きました、うん、で昔は友人にクリスチャン新聞配ったりとかそれからトラックと配,配るなんていうようなことをして電動どうもその気も全然起きなくなった一体どうしたらいいんだろうということで工場協会に電話かけてきたんですその方ね。 それで、ね、何もできないもうそしたらその電話を取ったそのスタッフといいますかカウンセラーの方がとお話を聞くでその中でその、ねえー、いろいろ話をしている中でほらその方はねお花が趣味でお花をの写真撮ってほら皆さんもして,してる人いる,いるかもしれないね、フェイスブックとかインスタグラムにそアップしているっていうふうなそういうような方だった。 それで、えー、一緒に私の見言葉メールのおーリンクとかそれからあ工場協会の YouTube のねそのリンクとかを出してるそういうふうな方だったのよ。ですからその工場協会の人がね「ね何々さんあなたはもうすでにね現代的なトラクト配りしてるじゃないですか」とそうやって一体何人の人がねあなたのブログなりインスタグラムをみ見て そして実際に工場教会のメッセージに触れているかどうかわからないですよその一言でハッと気がついたあそうかと何も自分責めなくていいんだなとこういうふうな形で新たに神様はなおもっと効果的な方法を私に開いてくださったんだなというふうなねまあそうやって自分を取り戻して生きておられるわけですね皆さんそうやってね。 あのイベルメクチンと同じですよ一度キリストを信じた人は皆もうあとそれ以上いらないあといらない何にもいらない罪の許し効き目あるかなやっぱりサプリ取った方うがいいかなそうあもうそんなものいらないということなんです、ね、あとは効き目を信じて精霊にお任せをしていく、ね、そして、えー、自分を責めないで神様の応援を信じて徐々に変えられていく自分を褒めながらあ過ごしていくそのような一週間をねご一緒に送ってまいりましょうそれではお祈りいたします。 天の死なる神様感謝します今神の御前で祈っているお一人お一人を神様あなたはもうすでに愛しておられますイエス様の許しによって自由に生きられるこの恵みを今日もまた味わいまたその人生を歩み通すことができるように力を与えてくださいしばらく神の御声を聞くひとときを持ってまいりましょう